大名、わしらな、汚ねえしのぎなんぞする気ないんですわ。東条会には東条会なりの掟ってもんがあんだ。あんたが昔いた近江連合みてえなやり方には正直ついていけねえ。そうだ、東条会改革かなんか知らねえが、近江みてえに金の亡者になるつもりはねえぞ。雑魚がピーチクピーチクうるさいんじゃい。ろくに結果も出せねえ連中がごちゃごちゃ騒ぎよって、綺麗事抜かすならきっちり収めるもん収めてからいいや、ボケが。何やと、シートばかり五代目に気に入られたからっていい気になるよって。この前まで三次団体のペーペーだった新参が偉そうな口叩くなや。新参か新参でないかはもう重要じゃないんですよ。数字を残せる人間を幹部に登用し、稼げない人間を排除する、実力主義に基づいた血の入れ替え施策、それが五代目が進めてこられている東条会改革です。結果を残せる人間なら新参だろうが古参だろうが力を与えられるんだ。つまり結果を残せてる我々があんたらに偉そうな口を叩く権利はあるということです。何やと、てめえこの野郎。おいて言ってみろ。お静かに願いたい。よろしいですかな。ではこれより緊急幹部会を始めましょう。五代目、今日はどういう案件です。また例の東条会改革ですか。そう、その続きの話です。現在空席になっている若頭を決めたいと思うとります。若頭、どうやって決めるんで。どうするんだ、誰がなるんだ。若頭は東条会で実質的に私に続く力を持つポジション、誰にするかで今後の組の命運が決まると思うております。ですが戸様出身の私にはその判断は非常に難しい。そこで私の進めている東条会改革のルールに沿う形で適任者を選ぶことに決めました。ルール、ルール、ルール、どうやって決めんだ。東条会改革は結果を残せる人材を積極登用する施策、結果とは稼ぎですから、本部への上納金を最も多く納めている組、そこの組長を東条会の次期若頭に任命します。な、それでは早速各組織の上納金の金額を確認しましょうか。飯淵。はい、それではこちらをご覧ください。おいおい、そんな、こんなに差があるのか。ご覧の通り、古くから東条会を支えている皆様の額はどんぐりの背比べ。まあ柏木さんの風間組が検討してるってところでしょうか。しかしその風間組にダブルスコア以上の差をつけている組が2つある。それが私の率いる飯淵組と上松さんの上松組です。あんたたちが毛嫌いしている新参者のね。
この結果に基づくと1位は植松組、つまり次期若頭は植松さんということになりますかな。ふざけんな。お前らが稼ぎがいいのは汚い下着に手染めとるからやないか。東条会にはな、美学ってもんがあんだよ。五代目が認めても俺は認めねえぞ。金に目がくらんで極道の魂なくしちまっとるんとちゃいますか。雑魚が邪魔しろ。お前ら誰のおかげで飯が食えとると思っとんじゃ。わしらかてボランティアでやっとるわけやない。こんだけ組に貢献しとるんや、相応の地位をもらって当然やろが。文句あるやつはわしらぐらい稼いでから言え。異論はないようですね。では次期若頭は植松組の植松さんということで。うん。そこはあんたの席じゃねえだろ。黙って見とけ。で、なんじゃありゃ。どうやってあの中ね。どうしたんだ、こんな大金。俺、草野球がしたくての。金貸した時の担保にカムロ町近くの空き地をちーっとばかり手に入れとったんや。そしたらなんや、でかい企業がそこにビル建てたいから土地を譲れ言うてきての。適当にふっかけたらこんだけの金になったっちゅうわけや。ま、俺がチートばかり本気になればこんなもんや。しかし困ったの。稼いだ額でメンツを決めるんなら俺が若頭になってまうの。五代目あんたや、人事でも何でも己の好きにしたらええ。せやけどな、あんまり東条会舐めとると飼い犬に手噛まれるで。五代目どうします。一度本件は持ち帰りとする。次回の幹部会の際に改めて方針を決定する。なんや、座り心地あんまり変わらんな。おい。ああ。
ああ、どうなっちゃうんでしょうね、東城会は。あ？いや、その東城会改革とか言ってましたけど、何でもかんでも金で判断するっつうのはどうなんすかね。植松さんとか飯淵さんとか信頼できると思います？新入りのお前が心配するようなことちゃうやろ。そうっすよね、すいません。ま、東城会の五代目は寺田や。あいつが黒といえば黒、白といえば白、それが俺たちの生きとる極道っちゅう社会や。あいつが信頼しとるんやったらそれでええやろ。ま、俺はどっちもうさんくさくて正直好かんがの。俺もそう思います。だから東城会の若頭には親父になってほしいっす。俺は若頭になる気なんてさらさらないで。え、そうなんですか？当たり前や。寺田みたいなうさんくさい男と俺がうまくやれるはずないやろうが。寺田は側近の植松を若頭にしたいんやろ。東城会改革も結局は自分に都合のいいやつを幹部に揃えるための口実や。出来レースってことですか？ま、そういうこっちゃ。最近は回りくどいことする極道ばかりや。俺みたいな極道はもう古いのかもしれんの。親父はまだまだ若いっすよ。お前に言われとうないわ。無駄口叩いとるんでさっさと車飛ばさけ。あ、はい。何やお前ら。ひょっとして植松組のもんか。手回しが早いやないか。ええで、かかってこいや。このもんや。そんなことより、あんた自分の組の心配をした方がいいぜ。組の心配？
どういうことや。事務所に急ぐで。今回の件、どういうことか説明してもらいましょうか、真島さん。説明もクソもないわ。
部屋に入っとったら上松が死んどった。それだけ。真島さんと上松は次期若頭の座を争うライバル関係。そしてその真島さんが上松の死体の第一発見者。何が言いたいんや。言いたいことあるならはっきり言えや。上松殺したのはあんたじゃないかって言ってるんですよ。くだらん推測はやめろ。真島が殺したっていう証拠がどこにあるんだ。証拠はまだありませんよ。ただ出てくるのは時間の問題でしょう。若頭候補だった上松は真島さんにとって最も邪魔な存在。殺す動機としては十分すぎます。真島さんは狂犬って呼ばれてるぐらいですしね。やっても何らおかしくない。くもうやめませんか。これ以上子さん同士のかばい合いは見ていられない。てめえ柏木さん、もうええわ。真島、わしはごちゃごちゃ脳が垂れんのは苦手でのう。こいつらのくだらんお茶会に付き合うんはもうごめんや。上松やったやつの首取ってくりゃ文句ないやろ。ええ、もちろん。それができればね。
つまらんやつらや。よう、来ると思ってたぜ、真島五郎。なんや、全部お見通しってわけか。伝説の情報屋ってのは、ほんまのことやったんやな。あんたみたいな目立つ男を追えないようじゃ、こいつで飯なんか食っちゃいけねえさ。で、一応聞くが、何を調べたい？もちろん、この事件の真相や。俺をはめた黒幕がおるなら、そいつ見つけ出して叩き潰さな気が済まんからの。山が山だからな、情報量は高くつくぜ。安心せえ、珍しく金なら山ほどあるで。なんぼや。いや、今回は金では受けねえ。情報と引き換えに俺の頼みを一つ聞いてもらう。それでどうだ？うん、なんよ、その頼みっちゅんは。俺がここに移る前に仕切ってた西の河原って場所があるんだが、そこをあんたに任せたい。西の河原？西公園の便所からつながっている、まあ裏社会みたいなもんだ。俺の昔の仕事場があった場所でな、賭場から地下闘技場まで人間の欲望を満たすもんが何でも揃ってる。ふふ、面白そうなとこやないか。だが訳あって今はほったらかしになっちまってる。誰が信頼できる人間に任せてえと思ってたんだ。俺は備えに信頼できる人間ちゃうで。信頼できるかどうかはあんたが決めることじゃない、俺が決めることだ。どうだ、受けてもらえるか？俺は黒幕殴れるんなら何でも構へん。河原の管理の一つや二つお安いご用や。交渉成立だな。なんや、これは。俺の仕事道具だ。こいつを使えば神室町中の情報が俺の元に舞い込んでくるってわけさ。
さて、植松殺しの件だったな。このモニターを見てみろ。映ってるのは俺やないかい。ああ、あんたが植松組に乗り込んだ時の映像だ。こいつを巻き戻していくぞ。これは川村。なんであいつが。さあな、そいつは本人に聞いてみねえとわからねえ。頭の中までは映像には映らねえからな。どこ行く気だ。決まってるやろ、組に戻るんじゃ。河村のやつに話を聞かんとあかんからの。残念ながらもうそいつはカムル町にはいねえ。じゃあどこにおるんや。蒼天堀だ。蒼天堀？帰ってきてしもうたか。答えないの。やつらや。いらっしゃいませ。おう。いや。え？なあ。いや。うそ。ああ。
うん。お？せや。なあ。つまらんやつらや。
と、いや、昔と似た感じなんやな。いらっしゃいませ。どうぞこちらへ。何分コースにいたしましょう？あ、いや、ちょっと聞きたいことがあってな。この男がここの常連やって聞いたんやが。ああ、川村くんですか？私、よく担当させていただいてましたよ。ほんまか？ええ、と言っても前に来たのはかれこれ1年前くらいになりますけどね。1年前、川村がうちの組に入ったのと同時期やな。ちいと事情があってそいつを探しとるんや。何でもええ、覚えとることはないか？あ、そういえば川村くん最後に店に来た日に気になることを言ってたんですよね。気になること？はい、川村くん上の雀荘でいつも麻雀をしてたんですけど、最後に店に来た日、借金が全部チャラになったって喜んでたんですよ。チャラになった？ええ、全額肩代わりしてくれる人に出会ったとかなんとか。その人と東京の神室町に行くからしばらくこの店には来れないって。借金を肩代わりしてくれる人間と神室町に？世の中にはそんないい人もいるんですね。羨ましい。他には何か覚えとらんか？結構前のことなんで、すみません。いや、助かった姉ちゃん。ありがとな。あ、それでお客さん、何分コースですか？あ、いや、マッサージはええわ。せっかくなんで、うちのマッサージ受けてくださいよ。こんだけいろいろ話させといて、何もなしですか？
こっちは個人情報保護とか厳しい中でいろいろ話したっていうのに。ああ、わかったわかった。なら手っ取り早く一番短いコースで頼むわ。はい、30分コースですね。今ならうちで一番マッサージがうまい立山が担当できますよ。ようわからんから任せるわ。はい、ではご案内しますね。服を着替えてお待ちください。立山さん、一番のお客さんお願いします。失礼します。本日担当する立山誠です。よろしくお願いします。あ、すみません、腕時計気になります。これ私の宝物なんです。もう20年ぐらいかな、ずっと大事に使ってるんです。ベルトはさすがによれちゃったんで交換したんですけどね。古い型なので替えがこの色しか見つからなくて。もともとのデザインがもっと落ち着いてて好きだったんですけどね。実はこれ、私の命を救ってくれた人がくれたものなんです。私実は昔精神的な原因で目が見えなかった時期があって、その人とはそんな時に出会ったんです。事件に巻き込まれた見ず知らずの私を、その人は名前も名乗らないまま命がけで守ってくれた。絶望のどん底、暗闇の中から私を救ってくれたんです。そのおかげで今は無事目も見えるようになって、結婚もして子供にも恵まれて、慌ただしいけど楽しい毎日を送れてます。あの頃はこんな未来が待ってるなんて想像もつかなかった。私今本当に幸せです。希望を捨てないで生きてきて本当に良かったなって心からそう思えるんです。でも私、その人に感謝を伝えられないまま別れてしまって、ずっ
と後悔してるんですよね。実はここで今こうしてマッサージしてるのもそれが理由なんです。あ、ここはその人と初めて出会った場所なんです。そしてこの蒼天堀はその人との思い出が詰まった大切な町だから、ここに住んでこの場所で昔のように待ち続けていればいつかもう一度会えるんじゃないかって、会って今度こそありがとうって言えるんじゃないかって思って。あ、いけない、神器臭い話しちゃいましたね。ごめんなさい。なんでだろう、今日おしゃべりになっちゃうな。あ、今のは夫には秘密にしてるんで内緒にしといてくださいね。あ、お客さん、これうちの会員カードです。どうぞ。あの、以前どこかでお会いしましたっけ？楽になりましたか？おかげで18年ものの凝りが取れたわ。ありがとうございました。何やて？うん、はあ、え？ありがとうございました。やつらや。
歯ごたえないの。ああ、つまらんやつらや。田村、親父、何やっとんじゃお前。すいません。でも仕方ないんです。殺さないと殺されちまいますから。何言うとるんや。上松やったんもお前なんか。はい、でもあと一つ、あと一つなんです。それが終われば俺は自由にしてもらえる。川村、お前、親父を殺せば俺は生き返れるんです。本当にすみません。親父、死んでください。やっぱり強いっすね、親父は。もう少し早く親父に会えてたら人生変わってただろうな。河村、お前なんでこないなことを。親父、本当にすみません。よく頑張ったな、川村。これでお前の借金チャラにしてやるよ。いいぶち。バカとハサミは使いようなんて言葉がありますが、本当にその通りだ。借金肩代わりするだけで何でもしてくれるんですからね。金と暴力ちらつかせるだけでいい。極道社会ってのは本当にくだらないが楽ですね。すべてお前が裏で糸引いとったんか、飯淵。ええ、その通りです。お前何が目的や。
この世で最も非合理的で時代遅れな業界ってなんだかわかります？極道社会ですよ。義理人情なんてものに基づいて素頭の悪い連中が各地で幅を利かせて好き勝手に統治している。本当あまりにも非効率すぎますよこの業界は。だからコンサル上がりの私がきっちりマネジメントしてやろうと思ったんです。なんやと？各地に散らばる極道組織を全国統一し、極道社会全体を合理的な仕組みに一本化する。いわば極道社会のアップデートですよ。この古臭い業界を俺が全て塗り替えるんです。上松やったんもその理想のためや言うんか？ねえ、極道社会の全国統一、私はそのための足がかりとして自分の所属する東条会を手中に収めようと考えました。寺田をたぶらかして自分を押し上げてもらい、邪魔な連中は排除していく。上松もそうですし、あんたもそうです。もちろん寺田も時期を見て消すつもりでしたがね。私はそうやって東条会を手に入れ、それを近江連合に譲り渡そうと考えました。近江に？はい、東条会を近江に吸収合併してもらえば日本最大の極道組織が出来上がります。そうなれば全国統一はもう目前。私はその組織の要職につき、極道社会を自分の理想色に染め上げる。義理人情なんてくだらないものに左右されない合理的で近代的な極道社会を作り上げるんです。くだらんな。あなたなんぞにその価値はわからないでしょうね。ですが近江連合のある幹部にすでにこの話は通してあるんですよ。あとは実行に移すのみ。しかしスムーズに東条会と近江を合併に持っていくためには何か大きなきっかけが必要だ。それが戦争ですよ。東条会の人間が近江の幹部を殺せばこれに勝る火種はない。だから河村に一肌脱いでもらったんですが、どうせなら河村なんていうチンピラよりもあんたが殺したってことにした方が良さそうですね。悪いがあんたにはここでいろんなもんを背負った上で死んでもらいます。この腐りきった極道社会を正すための礎になれるんだ。悪い話じゃないでしょう。どうせあんたはほっといたらろくな死に方しねえんだ。今死んどいた方が値打ちが出ますよ。わしはお前なんぞに値段つけられるほど安い男ちゃう。お前の理想なんかどうでもええ。わしはただ目の前におる気に食わんやつを殴るだけじゃ。勢いだけで全てを変えられるわけありませんよ。そんな古臭いバカな極道はさっさと消えろって言ってんだよ、マジマー。
人んとこの組員弾いといてただで済むと思っとったんなら、バカはお前の方やで。豚箱で臭い飯でも食って一から勉強し直してこいや。残念だったな、マジマ。全てはもう動き始めているんだよ。西と東の大戦争が起こり、東条会は消える。これから面白いことになる。最高のエンターテイメントだ。一足先に行って特等席を確保しておかねえとな。真島さん、この度は誠に申し訳ありませんでした。イーブチの魂胆を見抜ききれなかった私の責任です。もともとある程度黒いもんを含んどるやつやとは思っていましたが、数字を重視するあまり数字にならないものを軽視しすぎた私のやり方が間違っていたのかもしれません。組の頭張る男は間違っても間違っとるなんて言うたらあかんで。え？東条会の五代目はお前なんや。お前が白と言えば白、黒と言えば黒、それがわしらの生きとる極道の世界や。どんなやり方をしようとお前が正しいと思うんならそれが正しい。ま、正しかろうが間違いやろうが、わしはお前のやり方は嫌いやけどな。なことより、わしが気になっとるのは近江の方や。近江？わしが今回ドンパチかましたんは紛れもなく近江連合の島や。それに飯淵の仕業とはいえ、うちの組員が近江の幹部をやったんは事実。連中が黙っとるわけないやろ。はい、実はすでに近江の方から説明の場を設けるよう求められております。近江と戦争になったら今のうちはおしまいや。せやから一つ提案があるやん。提案？真島さん。この度は近江連合さんにご迷惑をかけてしまい申し訳ない。申し訳ない？何のんきなこと言うとるんや。相変わらずぬるいの、寺田藩は。こっちはあんたらの内輪揉めのせいで、三次団体とはいえ幹部一人殺されとるんやで。どない責任取るつもりや。答えようによっては関東と関西の大戦争になるかもしれませんの。
まあ待て、今日は喧嘩売るためにこの場を設けたわけやない。すみませんな、うちのもんが。いえ。せやけど戦国たちが言うとることも一理あります。このままお咎めなしで穏便になんてことになったら、うちの連中に示しがつかん。私も戦争は望んではない。どう落とし前をつけていただくか。それなんやが、今回は飯淵の件があったとはいえ、結果的にうちの部下が起こしたことを、責任は親のわしにある。ほう、どう責任を取ろうおつもりですか。真島組解散でどうや。なんやと。真島組言うたら東条会で源氏を一番幅利かせとる組やないけ。そないな組を解散って勢いだけで何言うとるんや。わしが解散言うたら解散なんじゃボケ。真島組は解散、わしを含め組員は全員東条会から足洗う。今回は誠に申し訳ない。それで納めてもらえんやろか。戦争勃発の大チャンスやったのに、あの真島とかいう男にしてやられたの。そんなに戦争がしたいならあの場で噛みつけばよかっただろう。あんだけ潔い姿勢見せられたら噛みつく方が野暮ってもんや。まあいずれにせよ東条会とは近いうちに戦争することになるやろからな。その時までお楽しみは取っておくとするかぬ。戦争ね。そもそも今回の飯淵ってやつもあんたらのどっちかが仕組んだんじゃないですか。その言葉そっくりあんたに返させてもらうわ。ふん。真島五郎、大した男や。諸君、おはよう。おはようございます。声が小さい。挨拶ができへん人間は建設もできへんで。ほれ、やりなし。ええか、朝に。はい、おはようございます。なんや、やればできるやないか。なら、初めからやるかい。親父。ああ、何や。本当に俺たち真島建設なんて会社やっていくんすか。カムロ町ヒルズなんてでかい建物作るなんてノウハウもない俺らじゃ無理ですよ。アホか。ノウハウがない。何弱気のこと言うとるんや。そんなんでヒルズ建設の作業員が務まるわけないやろ。いや、だから
務まらないんじゃないかって話なんですけど。この程度の仕事、ネットで調べてとっとと建設や！そんな。ええか？今日からわしらの新しい人生が始まるんや。極道ではなく片木として不眠不休で働けや。文句を言うやつは給料抜きや。いや、ぶち殺したるで。ブラック企業だ。これ誠さん宛で店に届いてたんです。送り主が書いてないんですけど、常連さんからですかね。え、これって昔私がしてた。どうして。古い型なので替えがこの色しか見つからなくて。もともとのデザインがもっと落ち着いてて好きだったんですけどね。ベルトはさすがによれちゃったんで交換したんですけどね。もう20年ぐらいかな。ずっと大事に使ってるんです。どうした誠、眠れなかったのか。ううん、大丈夫。もうすぐ新しい生活が始まるんだね。心残りでもあるのか。